子です。今回は7月30、31日に開催されたイオリンピアのコンテストにてユナイトのお客様が出場されました。私は今回選手のサポーターとしてバックステージに行ってきましたので、その様子をレポートいたします。はい、イオリンピアはですね、岐阜県多治見市にあるブラックジム代表の西澤伊織さんが主催されているフィットネスフェスティバルになります。その中でコンテストが開催されていまして、ユナイトの会員様3名が出場されました。なんと全員がコンテスト初出場だったんです。そして先に結果を言ってしまいますと、なんと3名全員が入賞されました。フィットネスフェスティバルなので、コンテストだけではなくて、周りにフィットネス関係のブースがたくさん出展されていたりとか、イベントが開催されていたり、あと食事のブースもありますので、一般の方、お子様連れのご家族の方、そしてもちろん出場される選手の方も、みんなが楽しめるイベントになっています。コンテスト未経験の方も出場しやすいコンテストになっていますので、コンテストってどういう雰囲気なのかなとか、あとイオリンピアの雰囲気ってどんな感じかなと気になる方、この後の動画まとめてみましたので、よろしければご覧ください。それではスタート。陸上と棒高跳び。棒高跳びで鍛えた体と持ち前の